も知らない世界。知らんけどな、そこまで細かいことを分からへんけど、まあ、あれちょうど開幕戦始まってすぐぐらいでしたよね、あのニュースが出た。だからあれもなんか、ああいうのってみんな怪しいよな、うん、あ、出す時期なんか出す時期がな、あ、それで言うたら出す時期で言うたらこの間サッカーの伊藤純也も一緒そうか、あれなんか怪しいねんな、出すのなんかの時いやらしいですよね。そういうのがなんか、あの要はあるやん、あのなんていうの政治家とかがさ、はい、ややこしになるとあんなネタ持ってきようね。あ、まあ、アメリカやから今回は知らんけども、でもよく、はい、よくあるねん、もう死ぬもうええで、あのよくあるやん、日本でもな、はい、あのいろいろこう例えば今の自民党の人がなんか戦い出していろんな問題起こったら、はい、そこで芸能のスキャンダルとしてもそれ大きいネタは、あ、目をそらさすんですか。そうしたらもう見やへんやん、こっち興味なくなるやん、はい、で大体はあれやん、あの最近俺も全くテレビ見なくなったけど、あとお前見んのちゃってるな、テレビないないですね、まあまあ、まあ、次引っ越したら買うかも分からんけどだいたいな、マスコミなんかあんなもうあのまともなこと言うてへんからな、偏った報道ばっかりやな、そばっかりやな。あれその偏ったっていうのでやっぱあるんですけど、あのホンダがあるじゃないですか。ほう、ホンダって言いますごい F1 とか、あ、これの話か、はい、いや、あれすごいじゃないですか、うん、で、ジェットとかもすごくて、うん、なんかこの間見たんですけど、うん、日本の、航空機を、うん、昔三菱が失敗したけど、うん、ホンダもとかも入ってこういろんなこう、まあ、ホンダじゃないか、なんか自動車産業の会社も、うん、関連して、うん、日本の航空機を作るプロジェクトをすると、うん、いうふうななんかニュース見たんですけど、まあ多分それがホンダじゃないかなっていうふうななんか意見があるらしいんですけどね、ホンダが F1 ですごいとか、うん、そういうジェットのあのエンジンがすごいとか、いやジェットは有名やもうあれ、でもあれなんか量産化してめっちゃ受注取ったやん。あ、そうなんですか。めっちゃ取ったやん。でもそっから俺細かく知らへんねんけど、あれはもうすごい技術で、あのエンジンが、はい、ね、本体じゃなくて羽についてんのかな、パッと。ほう、そうすると揺れないのよ。へえ、あれすごい技術やん実は。で、あれがもう多分めちゃ受注取ったんちゃうかな。へえ、それでどっか邪魔してんじゃんまだいや、それでそのまあまあそのマスコミの話になるんですけど、あ、ちょっとまあまあ味あれ味濃いわ思ってやる。あ、濃い、全然いける。あ、美味しい、めっちゃうまいやこれ。あ、うまいっすね。これも出来上がる感じが分かるわ。ちょっとポンと食うんやけど、うまいよ。もう想像つくんですか。まあまあ話飛んでんけど、はい、まあその辺はあれじゃん、よう分からん俺も。ただな、まあ、どっかが邪魔してんちゃう、うん、だって今回もあれやん、ジェット機の、はい、イギリスとかイタリアと一緒に組んで作る言うで、あれを戦闘機よな。え、日本はですか。うん、あ、そうなんですか。一緒にこうチームで作るってなった時にアメリカ今大反対してる、自分のところのドル箱やから日本が高く一気に何十億で買ってくれるからさ、あ、うん、嫌がっとんねん。ああ、自分の国を作ってしまったら輸出がなくなるんですよ、ね、全然やもうアメリカの話をしたらよく分からんけど、よく分からんけど、ちょっと団子いきますね。はい、導入これできる無理やな、やめたら。おお、綺麗な形。でもやってみたいじゃん、やってみたい。ちょっとやるの作ってください。いや、これ手でやったら綺麗になるんだよね。はい、こんな感じで整えて、大したことやからね、整えるんだ。整えるも何もそんな別に、はい、どうでしょう。まあ、あれですね、形、形もいいですけど、あのスピードですよね。僕がやったら全然丸まってないこんなもんすか。まあ、行ってみ、いいよ。何をしてんのかな、もうそんな時間かかるわ、ちょっと。あ、待って待って待って、あの、使いましたよ。少々、たわらう方でもかめへんから、ポンといかん。あ、いかん、難しい難しい、全然分かってない。いや、カン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 しすぎやねん。カンカンしやんでいいねん。コールさんの倍ぐらいカンカンです。いいよ。もいきます。骨付きなんですか。これ骨付きもん、これケージが食べるとき骨入ってるから。あれ骨付きの方がやっぱりダッシュが、ダッシュが、あ、
その上にこう今日のメインのね、自撮りいきますよ。グラム308円、牛肉より高い。でもこれめっちゃうまいね、意外と。腰が全然違うから。へー、これ鶏めっちゃそうやな、これケンタッキー状態やな、これお前。唐揚げ状態のケンタッキー状態すげえことになっとるわ。これ骨入れでしょうか。入った、よし、入った。まだまだかよ、おっそ残り2個。あかん、でも今のその本田の話、何の書も作ってないな。これ何の書も言ってないから意味ない話だ。あ、そうだから、その続きはあれですよ、ネットで、あ、ネットじゃない、そのメディアの操作っていう話に繋がるんですけど、うん、要はメディアって広告費払ってもらってなんぼじゃないですか、うん、で、広告誰が払っとるってなったら、うん、トヨタがめちゃめちゃ強いじゃないですか、自動車やったら。まあ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 、まあ、な、そのやっぱトヨタがやっぱちゃんと広告費払いながらやってるから、そのトヨタの広告があるところで本田さんがっていうような、まあそうなかなかまあ、ある程度あると思うんだけどな、それはな、はい、その他としてやると、つけられて終わるからな。うん。ただ、それはなかなか難しいんかな。うん、そこまではないと思うねんけど、ないわけはないわな。うん、やっぱそうですよね。そういうことがないわけではないと思うねんけど。大人の事情やな。事情。でも多分、今の若い子とか、俺もそうやけど、はい、今考えていくと、はい、多分、テレビはこれ、いつまでも続かんと思うね。そもそも僕でももうテレビ、うん、今の若い子みんな見ないやん。でも見ないです、見ないです。 YouTube か Netflix とかある日見るやん、アマゾンプライムか、うん、でこれ見ないあるやんか。俺でももう Netflix の番組ばっかり見てるもん。ああ、それでも普通にテレビの番組見ようと思っても、あの TVer とかで全然ドラマやったら見れますもん、うん、まあだから俺もテレビを見るのも録画してもドラマだけで、うん、もうあのなんかな、ワイドショーとか見てもしょうがないんだよな、全然思わないんだよ。で忖度してるから、あのドラマあるやん、あれどれですか、あのあれも俺が見たよ、あの最近のやつですか、うん、あの何も見てないですもん。昭和のあのその忖度をしないっていうドラマがあんねん。へえ、名前忘れた。あのかん、あの月9とかですか。いやいや、カンコロがやってるなってな、あのあの脚本してるやつで、ね、はい、なんていうドラマやったの、なんていうドラマやったの、そう、飛ばすれしてるわ。